赤座、お前は度が過ぎる。気に食わぬのならば、入れ替わりの決戦を申し込むことだ。私の言いたいことは分かったか？分かった。俺は必ずお前を殺す。そうか、励む。こんにちは、いつも一緒のおばあちゃんと教育に悪影響のない動画をパパとママです。今日は、うん、鬼滅の刃上限の1黒子号を作っていきたいと思います。来ましたよ、ついに上限の1が。サッカー界で言えばカズみたいな。来ましたよ、黒子号。はい、では早速作っていきたいと思います。まずほら、紫の着物がたまさかうちになかったと。ということで、これね、牛太郎の幼少の頃に使ったこの衣装ですね。もう遊郭編終わってもう牛太郎やんねえよみたいなことで、これに紫の布を縫い付けちゃおうと。ダイソーの端切れパープル。使うお金はダイソーの100円のみ。着物とか買いませんよ、高いから。これをね、ここに貼っていこうと。早速ちょっとね、試しにね、黒いね模様が入るんですけど、なんか貧乏人の家の子みたいになっちゃったから。そうなんだ。これでいいのかどうかっていうのを今ちょっとね。どうですか、ケチってさ、幅広くさ、出た。当チャンネルにありがちなケチって失敗するパターンです。でもやっぱちょっと大きいんじゃないの。そうだね。パパとマーちゃんは何を作るかというと、目。OK。じゃあ目を作っていきます。パパとマーちゃんはね。うん、じゃあまず大きさをパパの顔に合わせて切っていきますか。多分こんなの得意のパパのこんな感じだ。でかくね。いやいやいや、こんなもんだって。でかすぎ。違う、だ普通の目じゃないんだよ。パパね、序列が大嫌い。パパなんかほら古いですから、年寄りですからね。パパが若い頃はなんかその先輩のお茶組みたいなのでさせられるわけですよ。でしかもそのお茶のなんかコップみたいなのが先輩決まってて、誰がどのコップっていうのを覚えてね、それをそれ入れてその先輩のところに持っていくみたいなね。いやいや、もう全くパパなんか意味がわからないから、なんかそれやるんだってみたいな。飲み物飲みたい時は俺と来いよ、100円あげっから、その完売機あっからそれ買ってこいってさ、100円あげっからさ、俺と来るように言ってってそう言いました。先輩に。入れるのとかめんどくさいし、もう覚えるのとかわかんないから、時間もったいないから、もし飲みたいんだったら言いに来て、110円あげるから、その販売機買ってきなっつって、お小遣いあげるからって言いました。これ本当の話だよね。うん、ガチよ、これ頭おかしいのよ。なんでどっちが効率的かっていう話ですよ。そこまでして飲みたいんだったらあげますよ、110円。そんな後輩から100円もらってまでは飲みたくないわって言うんだったら我慢してもらって。無駄じゃない。だって逆にパパからしたらその不思議だけど、先輩のお茶のコップを覚えて入れる習慣とかが、母ちゃんの顔、そんな習慣あると思って。片方だけ書いて、あとはそれで合わせて切れば。やっぱ大学のサークルでね、郷土研究会とか入って、大学のサークルってみんなさ、サークル勧誘とかしてさ、いや、うちのサークル入んないよ入んないよなんつってさ、すごい歓迎されるんだよね。なんかパパ革命だなんつってさ言ってたらさ、なんか生意気だっつってクビになりました。そのサークル史上唯一クビになりましたよ、パパ。そのサークルを、郷土研究会、びっくりしちゃったよ。パパサークルクビになっちゃった。生意気だなっつって、先輩にこいつ生意気だなっつって。人生一発勝負ですよ、そんな甘いこと言ってんねん。こうだ、ほらほら、どう、うん、まあまあいい。私はまず一番上から書いてる。
まあまあ今38度3分熱がありますからね。熱だからって寝てられませんよ、うちの場合はね。なんせ YouTuber は終わりのないマラソンだって神様ヒカキンが言ってたらしいですから、ね、パパもずっとだるかったからね。パパ熱なかった。熱はなかったな、パパ。ラッキーだったらパパがさ、熱なかったし。攻めはやめとし作ってはだし作ってはだし、さらに作ってはだしても収益かない。貧乏抜けられない。丸いの大好き。てんてん丸いのあるかもしんない、丸いのあるかもしんないって。うちね、6時とか7時ぐらいになると丸いの行く？丸いの行くってざわつくんですよ。うちね、なんでしょうね、丸いのってね。丸いのってスーパーに遅い時間になるとつく 20% 引きとかの丸いシール。丸いの行く？丸いの行くっつってざわついちゃう、ざわついちゃう。まあじゃあ食洗力ね。そうだよ、もうそのうちマーチャンネルになりますから、このチャンネルは。一緒がいいもんね、いつも一緒だもんね。どうしたどうした、そういうこと言うからサブちゃんになるんだ。一緒だよ、いつも一緒だよ。死ねませんよ。大丈夫大丈夫大丈夫、死なない死なない死なないよ。でもパパこの前ね、あれでも調子悪いな、夜中におしっこ3回ぐらい行くな、あれ前立腺がんじゃないかと病院行ったんですよ。めちゃくちゃすごい覚悟して行ったんですけど、異常何もありませんね。ド健康ですね。何を問題視しておりますか。そんなわけないだろうと思って、いやいやでもあれですよ、もう寝て1時間後ぐらいに目覚めてトイレ行くんですけど、それは膀胱の過活動ですね。激しく活動しちゃって、あと常にお茶を飲んでるからかもしれない、パパ。 OK、ね、ごめんごめんごめんね、まーちゃんね、大丈夫だよ、死なないからね。前立腺がんじゃなかったから大丈夫だよ、ね、お、すごい、まーちゃん1個できました。あーすごいじゃん。あ、だ、鬼滅はや、大丈夫、流行ってます？鬼滅の刃っていうアニメがあるんですけど、流行ってます、流行ってます、大丈夫ですよ。鬼滅の刃っていうアニメなんですけど、どうもね、思いが強すぎてね、流行り廃りより思いをやっぱり優先しちゃう、ついつい。やっぱりね、鬼滅を通してね、ちょっとまずいんじゃないかと、ついにほら、あれがやっちゃってますからね。だからその経済支援とかさ、軍事的抑止力とかが全く意味がないっていうことがさ、もう分かってるわけじゃないですか。じゃあどうすんのって話なんだけど、それやっぱ教育なんですよ、やっぱりね。教育っていろんな教育があるんだけど、やっぱそのね、文化芸術なんですよ、その教育の中でも。正義感だったり倫理観とかね、思いやりとか、そういうのはやっぱりね、文化で、それはやっぱり道徳化って教えられるもんじゃないから、自分たちがこう、要は鬼滅の刃好きで読んでればそう絶対ならないんですよ、変な風には。それにはただ時間がかかる、やっぱり20年30年かかっちゃうんですよ。だからもう時間かかるんだけど、今からもうそこを始めて、もうだからまずその経済支援とかの前に鬼滅の刃の翻訳も世界中にね、特にこのグローバルサウスとかにこう撒いていくと。なるべくアマゾンとかネットフリックスもサブスクじゃなくて、そのサブスクを国なりが支援して、ネットフリックスの鬼滅の刃を見られるようにグローバルサウスにこうね、インフラを整えていくとかね、そういうこと。それが一番手っ取り早い、逆に時間はかかるんだけど、
それ以外手がないから、ワンピースでも何でもそういうのをやることによってのみ世界平和になるので、それはねやるしかないですね。しょうがない、まあ、その一環ですよ、これこの作業はね、うちのチャンネルは。おできた、早い。あ、じゃあ上限パパ書こうか。上限は目が見えなさすぎる。ギョッコもハンテングもみんな目が塞がってますからね。黒脂肪も唯一ドーマが一番楽。ただパパがいやいや久しいなギョッコって言ってるだけだから一番楽。ドーマはいいわあれ。薄すぎ、パパ薄すぎるよ。薄すぎちゃったパパ。そうだね、もっと私もっと濃くできるからやんないで頼まなきゃよかった、使えない老人を山に捨てるのはやめてください。山には捨てないでください。せめて川に捨ててください。どっちや、山の方がいいだろ。山だったら生きながら会える可能性がある。確かに、サバイバル、ディスカバリーチャンネルのサバイバル見ました。すごいなんか虫とかが食ってました。なんてやつだ、腐ってるのか。7歳の娘に激しく叱責されて生きる喜びを見失いました。ごめんごめんごめん、そう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 、ジョークジョークジョーク、ジョークだジョークジョークジョーク、ジョーク。ちょちょちょ、不安定なの。大丈夫大丈夫大丈夫、一緒にいてくれね、ずっと。ずっと一緒にいよ、ずっと一緒に。終わった、早い早い早い。どう？どうですか？どう？ぐちゃぐちゃだよ。どう？どうもこうも。どう？私はここに。ちょっと貼ってみれば。はい、オッケー。で、一旦ね、目はできましたよと。で、これを両面で貼ってきますので、貼るときはもう遠慮なくね、パパね、全面にやってグッとって。もういつも皮膚をひっぺがしながら剥がしてますから。ね、着物はね、ちょっとママが今制作してるので一旦今日はここまでしようか、戻しいたから。ということで、じゃあ次の画角へ、せーの、トーン。いい、できました。黒脂肪の着物、すごい。普通の着物に布をね、100円ショップとイオンのなんか布屋にたまたま歯切れがね300円ぐらいで売ってましたから、あとは黒い布をつけてママがミシンで縫いましたよ、全部これ。縫い合わせましたよ。すごいすごいすごい、もう黒脂肪でしかないよ、上限の1でしかない、あとはね、あとこれね、目、もうすごいよ。あれ、これ海洋堂の作品ですかっていうぐらいの、これ一番上、これ一番上ね、ほら。あ、いいんじゃない。あ、そう、で、ズラはね、ゼロ式のズラがありますから、そういよいよ上限の位置ですよ。ということで、じゃあこれ早速やっていきます。はい、せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。チャンネル登録もお願いします。違う動画見てね。バイ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 。忍者ザウトラン。ほら、鬼舞辻無惨は変化が嫌いですけど、パパは変化大好き、不変が大嫌い。変わらないことがパパ大嫌いですよ。常に変わりたいので、変わっていこうと思います。だからもう来週からはね、いつも一緒、座頭一チャンネルとしてね、やっていきたいと思いますので、カツシンファン集まれ。ダメだバカ。